おはようございます。今日はひっそりと人の少ないキャンプ場に行ってきました。へー。奴が行こうって言ったんでしょ。そんなこと言ってないよ。あ、そう。めちゃくちゃ天気がいい。うん、最高だね。ね、ちょっと、ニジャーゴンが近い。はい。ということで、ね、早速テントを立てていきますか。はい。Let's go! とりあえず完成。あ、暑いわ今日。ね、しかもマスクしながらだから暑いよね。うん、マスクしてサングラスじゃもう不審者にしか見えない。不審者の方がいいんだ。はい、今日のサイトのご紹介を。タープはいつものね。サバティカル。ね、サバティカル。マリポサ M サイズでございます。あ、いい感じじゃん。で、今日のテントはこちらのサバティカルモーニンググロー、モーニングローリーでございます。いいね。中はね、こんな感じで、ね、今日はもうほとんど外で過ごすから寝るだけのスタイルで。中はもう寝るだけ。めちゃくちゃ雲多いんだよ。雲多いの？雲多いわマジで。ここを選んだの失敗だな。あ、そういうことね。それめっちゃ時間かかったわ今。だいぶ時間かかった。スパイダー。うん。スパだなってね。うん。なるほどね。うまいね。よーし。じゃあ、いつものやつやりますか。あ、はい。はい。いきますか。早く。早く早く。早い。よし。腰がピヨ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 。本日のビール、夏の爽快、札幌クラシック。いいね。2021。いや、クラシック飲みたかったよ。ね、社長ありがとうございます。安の会社の社長さんから頂いた。よし、じゃあ乾杯しますか。乾杯。乾杯。マスクしたもの。おい。マスクしたまま。めっちゃキンキンに冷えた。うまい。そうじゃん、こんな静かなとこでさ、うん、セミの声しか聞こえない、最高じゃない？最高。うん。仕込みをしたいと思います。何の仕込み？今日はね、昨日のスノー時期な、それなんで忘れた？ビーフとポークってなんまとまる。それ私の顔見せたからポークだと思ったけど。多分そうです。おい。レジにて 30% 引きで。ね。うん、安かった。安かった。タタ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 タお生姜。ニンニクね。ニンニク。なんかさ、料理するとき毎回変なお声になるよ。なんなの？なんか憑依してんの？多分ね。うん。そうだと思う。100均で購入したすりおろし器。これね。なんだかんだいいよね、これね。セリア、セリア。セリア。セリアのいいよ、これ。これ、セリアの。シェラカップ用すりおろし、そう、シェラカップにこうかぶせてこのままおろしたらシェラカップの中にインするってやつ、ね、で、これを
逆にすると、こっち側にするとギザギザになって、卵、黄身と白身分けたりできる、ね。あ、これそういう。そう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 。だからこういう風に、あの、なってんの。あ、そうなんだ。うん、今日はこの、おろすから、逆さまで使いまーす。映さないで。なんでやねん。え？既婚者だってバレるじゃん。いやいや、前田夫婦でやってる時点でもう既婚者だから。そうだ。しかも独身でも誰も狙わんし。わかんねえよ。いや、ないわ。わかんねえよ。ない。どっかの未亡人が。なんでどっかの未亡人？わかんない。あの人、料理できるのね。いや。私のそばにいてくれないかしらみたいなさ。なるかもしれない。熟女好きなの。え？今頃気づいたの？ 10も年下と結婚しといて熟女好きなの、うん、なんか10も下と結婚した途端にさ、うん、年上に興味持ち出した。なんでやねん、おかしいだろ。世の中ないものになる。おい。まあ、塩だね。バジリ。バジリコ。なかちゃん。スパゲッティバジリコって。ちょっと。ほら、しまった。すっげえうまいな。北の国カレー。うん。あれ面白いよね。面白いね。うん。その後すぐスパゲッティバジリコ作ったもんね。安ね。ほんと、なんか安って影響されやすいよね。影響されやすいっていうか、見たら食べたくなる。あ、そういうこと。うん、これ今日あれだから。昨日やってた。ホタルのナルトのチキン見て、ああ鶏食べたくなったから。そうだね。ブラックペッパー、ニンニクと生姜ね。ニンニクと生姜をちょっとね。テレレテテテテテテレレテテ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 テ、おい。映画ちゃんじゃん。急にやる。いや、切るってなったらそれじゃない？そうだね。うん、はい。穴にイン。玉ねぎ入んないでね。すすっと。次、セロリ。うん。育ってきた環境が絶対言うと思った。好き嫌いは否めない。あ、マサヨシ今ね、今結構歌うまかった。マサヨシの方になった。うん、一回ここから持ってて歌うまかった今。、まあ、はい、はい、このまま下味をつけるように何分くらい置くの。1時間置きたいね、最低で、ね、そうだね、うん、とりあえずこのまま置いとくと、はい、はい。何笑ってんの。いや、なんかフェザースティック自身がなんかヤスみたいな、なんかこうひょろっとした感じ。やっぱ作り手に似るってそういうことなのかな。そうだね。うん、ベートーベンの髪みたいな。ルイ何世みたいな。ほら、あ、いいじゃん。うん、フェザー感出たでしょ。うん、もういい、これでシャッシャシャッシャシャシャやりなさい。シャッシャッシャン。いきますよ。うん。熱っ。熱かったな。濡れてっかもしんない、そのお家。いいじゃん、ヤスフェザー。ドリーム。おい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 、おいじゃねえ、おいいる。いい音だろう。うん、よし
行こう。うん。旅へ。落としそう、なんか。旅へ行こう。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。よし。完成したようです。できた。どんな感じじゃん。オープン。あー、めちゃくちゃうまそう。いいね。ちょっと皮が剥げてしまったが、食べよう。食べよう。お腹すいたよ。柔らかいね。いや、柔らかくもない。あ、そう。おお、うまそう。やばい。よし、食べよう。いただきます。どうぞ。北海道の大地の記憶が感動。どういうこと？食べてみる。じゃないね。うん。何の話？いや、わかんない。じゃがいも食べながら、うん、牛の匂い嗅いでるかも。ああ、北海道のね。うまい。あ、すごいバジル効いてて、まあ、ニンニクと肉いってみよう。うん、ほら、うまい。うまい。めちゃくちゃうまいじゃん。うまい。絶対うまいよ、これ。うん。これさ、怖いもん。毎回あるけど、夜飲むやつ。うまっ。うまい。臭い。牛臭い。うまい。あー、食いかけかい。うまいね。味が染みてて美味しい。うん。何の味だ。塩、バジル、ブラックペッパー。あれ全部入れたやつや。なんだなんだ。完成機。顔が。切れてる。これもうちょい腰下げれる。なんだそれ。燻製機。レイ君。うん。レイ君ってどういうこと？冷たい燻製。普通温君じゃん。おう。熱君、温君、レイ君って。あの燻製に。おう。熱くんってあの生肉を火にかけて熱かけながら、うん、火を通しながら燻製にする方法。へえ。温くんってぬるく温めながら燻製にかける。へえ。冷くんって冷やしながら冷たい状態で燻製にする。すげえ。だってスモークサーモンってさ、熱くんしたら焼き焼きになっちゃう。確かに。でしょ。それを生のまま燻製にかける。なるほどね。はい。
4年ほど前に作った、うん、自分で作ったんでしょ。すげえ。3年ぐらい前だね。博士じゃん。博士じゃん。実験は大好きだから。それをちょっとやろうかな。明太子とちょっと仕込んできた、うん、サーモンね、うん、これをキャンプ場でやる人いないと思う。みんな普通にいない、ね、普通にみんなやるよ、ね、とじゃあもうね、うん、やっていこう。いや、明日な、朝飯のこと考えてたら5本、5匹しかいないから、うん、まあいいや。と明太子を、メインディッシュは、うん、二段式じゃん、うん、サーモンね。ピカピ凍ってんの。いや、うん、なんでカピカピなの。いや、あのね、燻製かけるとき水分抜かないから。あ、そうなんだ、うん、まあ、こんな感じで中にチップ、うん、でしょ、中に入れんじゃん、うん、まあ、蓋するじゃない。で、この中からいぶしますと、うん、本来燻製ってこういう中に吊るして燻製するわけ、うん、でもそうするとこの中って温度高い、うん、この金魚用の酸素、うん、酸素をこの中に送って、うん、この中に溜まった煙を、うん、この管を通して煙だけを送る。え、すげえ。そうすることによって燻製なのね。あったかい、まあ、熱通らないで燻製にかけることができる。へえ、すげえ博士。ただのバカだよ。やってみるかい。うん、こっから煙が出るんだ。なんか実験みたいで楽しい。そう、これをこれを家で一人でずっとやつ。やさの、うん、すごいね。なんか40まで独身なのが分かるわ。ほら、ちょっと煙出てきた。出てきた。うん、ね、煙、ほら、本当だ、煙出てる。で、燻製にかけると。燻製の匂いはしてんの。匂いかけんの。お、してる、うん、燻製の匂いだ、うん、しばらくこのまま。そう、ドッキリ動画いきます。ランタンドッキリです。ちょっと待って。え、ペトロのこの傘なかったはずだけど。ペトロの色間違えた。俺メッキジですよ。おい、何買ってんのペトロの傘。どうしたのこれ。何色？これ真鍮じゃん。そう。おい、メッキじゃん。メッキでしょ。ねえ。何買ってんのまた。メッキでしょ。いつ買った？メッキでしょ。いつ買ったそれ。え？何知らない間に買ってんの。どうしたのこれ。何そんなことでいちいちビビってんの。いや大したことじゃない。何よ。どうやって、だって今これ買えないじゃん。どうやって買ったの。これね、なんかね、タイミングよく出てきたんだよね。そう、絶対転売屋から買ったでしょ。いや、違う、普通にこれと。え、マジで？あるうちにやっぱ買わないとか。いや、そうだけど。ねえ、ちょっと待って。ねえ、いや
ンドじゃん。おっさん。じゃあおじさん。よし。ねえ。なんか何仕方してんの。しかも初火入れじゃん。ねえ、何でハンド買ってんの。え？えじゃないって。それ欲しかったやつじゃん。どうしたの？欲しかったの？うん。え、マジで？うん。すげえじゃん。ねえ。フェアハンドじゃん。ねえ。またなんか買ってんの？フェアハンドじゃん。買えないじゃん、今これも。ね、買えないよね。どうやって買ったん？また転売や。違うよ。普通に買ったって買えないでしょ。買った。どうやって買ったん？え？俺ペンハルトドア。嘘でしょ？本当。待って、この間私仕事してる間あんたアルペン行ったの？おい、嘘でしょ？マジで言ってんの？ねえ、本当に？おい、ちょっと目痛いな。目痛い痛いって。この前さ、ストーリーでさ、緊急入荷って出さ、水曜日？じゃ違う、金曜日。うん、昨日、うん、昨日緊急入荷したじゃん、うん、アルペン。ねえ、あんた昨日さ、うん、俺現場だから遅くなるっつってさ、いや現場で、現場には変わらない。いやいや、現場だってアルペンアウトドアっていう現場に行ってさ、おい私はてっきり7時過ぎまで仕事を頑張ってると思ってたのに。店長とさ、ねえ、店長とさ、あ、よかった、あった、欲しかったんすよって話してさ、これあの動画で出しますから、うん、話しててさ、うん、帰ってから何回もさ、いや今日店長と話してさっていう話、何回もポロって言いそうになっちゃうねえ、ずっと隠し、でもよくない、定価高いだろ。いやそれはすごい、うん、でこの欲しかったもん私。欲しかった。なんかヤスがなんかいつもこれの動画とか見てるから、だんだん私も欲しくなってきてさ、だから俺もほらちっちゃいの買ったじゃん、だからいらねえかなと思ったけど、うん、1個持っといた方がいいなと思って。いや、いいけど、うん、安い、6000円。うん、4400円。マジ安っ、うん、で それが定価だから、それでも高い方なんで今。そうなんだ、うん、心臓今ビクってなったわ。次何出そうかな。次何やめろ。ということで今回のドッキリでした。ちょっと、え、何動画撮ってんの。ね、バイバーイ。嘘ってから撮ってた、それ。え、それ、あの傘出す前の。嘘でしょ。本当だよ。ね、騙されました、見事に。何やねん。それじゃあ。